はーい、トイミです。というわけで今回は別海町に来ております。何やら別海割というのがあるそうで、あ、もう着いちゃいましたね。ここかな、ホームページを見たら、宿泊で5000円以上で3000円、1万円以上で5000円安くなる、さらに商品券が2000円ついてくるそうですよ。初めてですが、どんな感じなんでしょうか。それでは行ってみましょう。こんな感じのところなんですね。電子レンジあります。ここですか。沸いてますね。入ります。それでは部屋を見ていきましょう。おー、広いですよ。ツインルームですね。ここで、あ、片側だけベッド、布団を敷いてありますね。そして奥には窓がありますね。あとはエアコン。部屋の奥からの眺めはこんな感じ。反対側にはテレビが、冷蔵庫見えてますね。おお、いい感じの照明で明るいですね。ベッド周りと。こちらも No smoke って書いてます。そしてこの机とこんな感じの椅子。あとこちらはパジャマかな、タオル、デイトポット、ティッシュ、テレビ、下には冷蔵庫です。それでは右側、水回り見ていきましょう。おお、まず洗面、鏡がありますね。こちらはおお、自動で開くトイレでした。ウォシュレット完備。そして洗面の左側、浴室ですね。バスルーム、わ、広いなこれ。普通のビジネスでこんな広いバスルームないですよね。ちょっとしたお察しホテル並みの広さがあります。おお、洗い場も広い。そしてバスタブ、こんな感じ。シャツ、クローゼットがないなと思ったら、ベッドのこちら側開けたらクローゼットでした。毛布も入ってます。今回は一泊素泊まりで7700円でしたね。それが3000円引いて4700円の支払いでした。そしてこちら別世界クーポンですね。商品券2000円分いただきました。こちらは500万円のクーポンが4枚綴りで、お釣りは出ないそうですので、その辺はお気をつけください。あとはですね、有効期限が、もう今日泊まった明日までなんですね。明日までに2000円を使わないといけないということですね。そしてこちらが別世界クーポンの利用可能店舗一覧。こんな感じで市街地とお台とその他の地区でそれぞれ、宿泊施設、飲食、買い物などガソリンスタンド載ってますね。ここで2000円分を使えるんですね。おお、館内着はこんな感じでした。早速これを着てリラックスします。温泉行きましょう。
レストラン来ました。これから食べます。メニューこちらですね。軽食、カレー、軽食もあります。ドリンクメニュー、コーヒー、定食、もも肉1100円きました。これうまそう。ご飯、から揚げ、味噌汁、いただきます。ジューシーでめっちゃうまい。キャベツもめっちゃ量ある。たっぷりありますね。味噌汁、なめこいっぱい入ってます。わあ、特製ソフトクリーム来ました。うまそう、いただきます。おお、こりゃ濃厚でしょ絶対。うわ、やばい。はい、これお風呂上がりにやばいんじゃない。いやー、温泉最高でした。露天風呂、本当にずっと入ってられる温度で良かったですね。夜の星空も良かったですよ。そして冬、雪が降った時屋根があるんで雪は当たらない感じになってましたね。夏もいい感じだと思いますよ。あと内風呂、めっちゃ暑い湯船と大きめのがちょっと暑いぐらいでよく温まりましたね。なかなかいい温泉施設だと思います。先ほどのレストランの唐揚げ定食も美味しかったです。そしてソースも最高でした。お風呂上がりはここが休憩所なんでしょうか。奥にコインランドリーがありますね。そして自販機、手前には本が置いてあります。テーブルの上、コーラの瓶の自販機ありますね。こんな感じです。ここハンモックありますよ。おはようございます。朝6時です。朝風呂行ってきます。いやー、一泊でしたが快適な宿でした。温泉も良かった。部屋も最高でしたね。それではチェックアウトしましょう。おー、朝はこんな感じなんですね。外観こんな感じ。別海、牧場の湯、シマフクロウ、良かったですね。そしてまだこのクーポンが残ってるんで、1枚500円分。これはあとはガソリンスタンドかどっか食事食べて帰ります。それでは次の動画でお会いしましょう。旅でした。またちゃんちゃかんちゃん。旅、旅、旅チャンネル、いてくれてありがとう。じゃーん。